先生ありがとうございました。どうだった、おたえちゃん。あんな音が出せたら素敵ね。頑張ってみる。よかった。吉原に連れてくるのは抵抗があったんだけど、来週も僕が付き添うから。もう大丈夫よ。つくよさんたちが守る花街よ。ゴリラの生息する外よりよっぽど安全よ。そうだ、せっかくだからつくよさんたちに挨拶しに。あら、何かしらあの子に。ええくらいなら何股でも OK なんだな。よし、じゃあみんなで仲良く行こうか。じゃあお前は手、お前は口でお願いします。死ねー。おいダーリン、なぜこやつらがここにおるんじゃ。惚れ薬を利用し、チキにまで手を出すとは。落ち着けハニー。俺は一人でも多くのハニーをちょめ、いや救いたかっただけだ。まだ手も、出してないよね、ハニーたちよ。誰がハニーだ。ぬしろ、惚れ薬の影響でこのバカに惚れてたんじゃ。冗談よしてくれ、つくよ殿。こんなケダモノに食われるくらいなら、サバンナのケダモノに食われた方がマシです。しかし先ほどまで目がハートに。そんなわけないでしょ、気のせいよね、キューちゃん。ああ、さっきハートシッフル食べたいなとか思ってたから、それで。そういう問題じゃないじゃろ。そもそも今時目がハートなんて縄文時代のラブコメじゃないんだから。いや、最新型になっとる、 3D になっとる。キューベ、お前は眼帯ハートシッフルに変えただけじゃろ。無理をするな、ぬしらも買いだな、惚れ薬を。買いでない。100歩譲って買いだとしても、このバカにはけほども興味ありません。僕らはただこんなケダモノを野放しにしておけないと思ってたな。これくらいしておかないと吉原の女性たちが危険だろう。危険なのはお前じゃ。どんだけ他の女に手を出さんか心配しとるんじゃ。そんなんじゃないって言ってるだろう。そもそもあなたはどうなのよ。 A パートでね、ハートになってなかった。あれ絶対ハートだったわよね。あれは源氏パイが食べたいなと。ハートチッフルと変わらないじゃないの。ハートチッフルよりわしのハートの方がでかい。それは何、あなたの愛の方が大きいと。そうではない。何を言う、僕のハートチッフルの方が安くて美味しいぞ。キーちゃん、ハートチッフルはもういいから。どこに行くの、キンさん。いや、キンさん本当どっか行っちゃった。ピンさんになっちゃった。とにかくこのまま野放しにはできないわ。地上に連れて帰るから、つくよさんは安心して首謀者を探して。いや、地上に連れて行く方が危険じゃ。奴はこの地下に封じ込める、あとはわっちに任せて。つくよ殿、今はそんなことをしている場合か。そんなにこのケダモノと離れたくないのか。そんなわけあるか。おしわれで起きたことは全てわっちの責任じゃ。ぬしらこそこの男にこだわって。こだわってないわよ。みんなで協力ってことに当たろうって言ってるだけでしょ。とにかく私に任せなさい。いや、わっちに任せろ。いや、僕がやる。心配いらない、じき慣れるさ。これでお前たちも我々の仲間だ。ゴリラ、お前。ぬしら。ケダモノたちよ、その節操なき色欲を強制し、その愛を我らが神アイゼン明王様に捧げるのだ。僕どもから明王様を守れ。何デレデレしてるのよ。アイゼン明王様、アイゼン明王様って、前は私のストーカーしてたくせにバカみたい。バッ、ああムカムカする。なんでこんなにムカムカするの、もしかして。まさか惚れてたの。あっちー、もうイライラする。完全にいつもの立場が逆転してる。ゴリラがゴリラのストーカーしてる。それ何も変わってないやろ。つうか、なんで貴様も参加してるんだ。まさかまだ異分子が。ここにもな。悪いが、世の中には君たちのテレンテクダでも手に負えん輩がいるのさ。だがおかげで僕も報われぬ恋のしがらみから抜け出すことができた。これで僕もこの一本だけを見て進んでゆける。そうかそうか、ようやくお前も男と向き合う気になったか。じゃあこの際だ、一本と言わず2、3発俺が手ほどきよ。いや、一本でいい。あれだけもらえれば。一本だ、そっち。おい、あんたら一体どんな状況で惚れ薬買いなんだ。つうか、なんでつくよさんも参加してんですか。気づいてしまった。しつこくつきまとうあの人の顔を見るたび、ひどいことをしてきたけれど、
いなくなって気づいてしまった。この気持ちはムカムカなんかじゃないって。ストーカーは私だったんだって。近藤さん、何を他の女に照れついたのじゃ。それは24時間監視された檻に入れられたゴリラであることを忘れんな。なんてこった、姉上が凶悪なストーカーに。最初の経験愛犬病王様ドリル、アリドリル。なんだあの女。ここは危険だ、早く避難を。なんだ。気づいてしまった。今まで僕は凛としたタエちゃんの姿にレンボにも似た感情を抱き続けてきたけれど、気づいてしまった。僕が見ていたのは彼女ではなく、彼女の凛とした股に生えたあれだったんだと。ノボン、姉上に生えてるか。股から生えたあれなら誰のでもいいんだと。誰のでもいいんかい。キッコという存在そのものに連邦一つ残らず狩り尽くしてやる。トノカニじゃーん。くそ、見越しを捨てろ。壁だ。一歩たりとも奴らを通すな。なんだ。気づいてしまった。愛染妙、どこの馬の骨とも知れん女に心を奪われるとは。すべて思い出した。俺の心にあるのは、俺が惚れているのはケツだけだ。あらん、ごめんなさい。美味しそうな男子のケツが見えたんで。取れた、あれ取れて別の道に目覚めた。愛染妙なんかより私たちともっと楽しいことしない。分断できてる。奪われた連中で一大軍団ができてる。キラケタール、みんなの協力のおかげで道が。いや、どいつもこいつも本能のまま好き勝手やってるだけですけど。ハートチッフルの方が安くて美味しいぞ。キジャ、ハートチッフルはもういいから。どこに行くの、キンさん。いや、キサ本当どっか行っちゃった。ピンさんになっちゃった。とにかくこのまま野放しにはできないわ。地上に連れて帰るから、つくよさんは安心して首謀者を探して。いや、地上に連れて行く方が危険じゃ。奴はこの地下に封じ込める。あとはわっちに任せて。つくよ殿、今はそんなことをしている場合か。そんなにこのケダモノと離れたくないのか。そんなわけあるか。おしゃれで起きたことは全てわっちの責任じゃ。主らこそこの男にこだわって。こだわってないわよ。みんなで協力してことに当たろうって言ってるだけでしょ。とにかく私に任せなさい。いや、わっちに任せろ。いや、僕がやる。心配いらない、じき慣れるさ。これでお前たちも我々の仲間だ。ゴリラ、お前さあ。主ら、ケダモノたちよ、その節操なき色欲を強制し、その愛を我らが神愛染妙王様に捧げるのだ。毒どもから妙王様を守れ。何デレデレしてるのよ。愛染妙王様、愛染妙王様って、前は私のストーカーしてたくせにバカみたい。バッ、ああ、ムカムカする。なんでこんなにムカムカするの。もしかして、まさか惚れてたの。あっちー、もうイライラする。完全にいつもの立場が逆転してる。ゴリラがゴリラのストーカーしてる。それ何も変わってないやろ。つうか、なんで来たまま参加してるんだ。まさか、まだ異分子が。ここにもな。悪いが、世の中には君たちのテレンテクダでも手に負えん輩がいるのさ。だがおかげで、僕も報われぬ恋のしがらみから抜け出すことができた。これで僕も、この一本だけを見て進んでゆける。そうかそうか。先生、ありがとうございました。どうだった、おたえちゃん。あんな音が出せたら素敵ね。頑張ってみる。よかった。吉原に連れてくるのは抵抗があったんだけど、来週も僕が付き添うから。もう大丈夫よ。つくよさんたちが守る花街よ。ゴリラの生息する外よりよっぽど安全よ。そうだ、せっかくだからつくよさんたちに挨拶しに。あら、何かしら、あのキャメル。ええくらいなら何股でも OK なんだな。よし、じゃあみんなで仲良く行こうか。じゃあお前は手、お前は口でお願いします。おいダーリン、
なぜこやつらがここにおるんじゃ。惚れ薬を利用しチキにまで手を出すとは。落ち着けハニー。俺は一人でも多くのハニーをちょみ、いや救いたかっただけだ。まだ手も出してないよね、ハニーたちよ。誰がハモリだ。主は惚れ薬の影響でこのバカに惚れてたんじゃ。冗談よしてくれつくよ殿。こんなケダモノに食われるくらいならサバンナのケダモノに食われた方がマシです。しかし先ほどまで目がハートに。そんなわけないでしょ、気のせいよね、キューちゃん。ああさっきハートシッフル食べたいなとか思ってたから。それでそういう問題じゃないじゃろ。そもそも今時目がハートなんて縄文時代のラブコメじゃないんだから。いや最新型になっとる、 3D になっとる。キューベ、お前は眼帯ハートシッフルに変えただけじゃろ。無理をするな、ぬしらも買いだな、惚れ薬を。買いでない。100歩譲って買いだとしてもこのバカにはけほども興味ありません。僕らはただこんなケダモノを野放しにしておけないと思ってたな。これくらいしておかないと吉原の女性たちが危険だろう。危険なのはお前じゃ。どんだけ他の女に手を出さんか心配しとるんじゃ。そんなんじゃないって言ってるだろう。そもそもあなたはどうなのよ、 A パートで目ハートになってなかった？あれ絶対ハートだったわよね。あれは源氏パイが食べたいなと。ハートチッフルと変わらないじゃないの。ハートチッフルよりわしのハートの方がでかい。それは何、あなたの愛の方が大きいと。そうではない。何を言う、僕のハート。ようやくお前も男と向き合う気になったか。じゃあこの際だ、一本と言わず2、3発俺が手ほどきよ。いや一本でいい、あれだけもらえれば。一本だそっち。あおい、あんたら一体どんな状況で惚れ薬嗅いだんだ。つうかなんで机屋さんも参加してんですか。気づいてしまった。しつこくつきまとうあの人の顔を見るたびひどいことをしてきたけれど、いなくなって気づいてしまった。この気持ちはムカムカなんかじゃないって。ストーカーは私だったんだって。近藤さん、何を他の女に照れついとんのじゃ。それは24時間監視された檻に入れられたゴリラであることを忘れんな。なんてこった、姉上が凶悪なストーカーに。最初の経験愛犬美王様ドリル、愛ドリル。なんだあの女。ここは危険だ、早く避難を。なんだ。